セレニメ、前回は見事兄の魂を呼び起こした。今回もお前には試練を課す。今度は誰ですか？今宵はお前と直接関係のあるものではない。名前ぐらい聞いたことがあるかもしれない。ただお前同様に瀬戸の海と深い関係のあるものだ。瀬戸の海と深い関係、そのものからお前が三つを取るのは難しいである。そのものに膝をつかせ、そのものがお前を認めたとき、お前の勝ちとしよう。私が勝てるというのですか？相変わらず気が強いな。しかしその威勢がどこまで持つか試してみるがよい。眼中保守、八流発、御用保守、恩苗に承認し、外気を譲り払いし、府中市に進行し、御神会を、空きを払い、軌道霊光し、群長にし、眼中保守、安心の蓮ことを包むと御用霊神に願い立てまつる。天魔王よ、我が願いを聞きたまえ。この者を人形とし、よみがえりし魂、憑依せしめたまえ。今ここに蘇る。村上武義。その名は聞いたことがある。お前の宿敵である大内の傘下に入ったこともある。その大内を攻めたこともある。自分の信じるままに生きた自由な男よ。ただ節操のない暴れ者に過ぎません。ゆうがお伝武官殿。気安くわしを呼び出すな。以前と同じことだ。二度言う必要はあるわ。お主にとっても魔界聖徳家にとっても時は勝てない。我らに協力するのを惜しまぬがよう。それでは試合を始めるとする。武吉が膝をつけばそこで終わりでよ。武吉、取るに足らねば魂を奪え。俺も落ちぶれたものだ。こんな小娘相手に戦わねばならぬとは。あれ！
しの娘にも会わせてやりてえな。村上武雄、蹴りを教えてやるとは生徒の一の男とは優しいものだな。俺はそんなことしたつもりはねえな。その小娘が勝手に覚えたんだろうよ。まあまた会うことを楽しみにしてるぜ。第二の試練は乗り越えたということでよろしいでございましょうか。湯川、そういうことでよかろうか。生命安らいと戦うなさ。鶴姫、焦るでない。今はまだその時ではない。生命まだまだお前は強くならなければならん。まだ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 だ。